かしくね。え、今何だよ。今つい時間だよ。え、ちょ携帯で見てよ。携帯今仕事が仕事が違うぞ。1925年ぐらいだ。くれ、え、なんで。でも太鼓あるよ。太鼓ワープしてきたんだね。一緒にとりあえずやる。やってみよう。あ、お金、だってお金はどうだって。あ、なんかある、なんかある。え、一銭見えんの、ちっちゃ。ほら、見えるかな。ほら、一銭。え、これでやれってこと。なんか太鼓も一緒にワープしてきたじゃん、ここに。うん、俺らの時代はさ、100円だったじゃん、100円1プレー。そうだね。でも今1000が主流じゃん、この時代って。そうそうそう、分かんないけど、初めて来たから分かんないけど、1000あったから。でも昔の価値の100円だったら多分すごいことになるから。昔だって、まあ、貧しいっていうか、その100円がもう高値の値段だからさ。まあでも1000が今のところで言うと多分1円ぐらいだと思う。あ、でも1円さ、昔100円だった。だから1円で対抗できんじゃね。あ、じゃあ、まあ、1000でやってみるか。1000はあるんじゃない。できたぞ。2円だ、2円。やった。カード使えんのかな。使えてみない。使えてみない。え、お説教様登場してるよ。まさか俺はマリサッチで多分大丈夫。お前もちゃんと。あ、この時代にやるとみんなご先祖なんだ。これさ、どっちかが全量したらさ、令和に戻れんじゃない。そんなことない。今日選ぶだ。いや、ワンチャンあるぞ。じゃあ太鼓があるわけじゃん。なんかやってみよう。これでも全量したら戻れない。これ全量したら1回しかないからさ、全量したら俺だけ戻れない。俺だけ戻れない。令和元年だったけど、
っぱり太鼓も今は多分難しいものは100円じゃないはずだから、その1点で入れてみればもしかしたらいけるかもしれない。今撮ってる普通に喋ってるもう一回言って。あ、俺普通になんか喋ってんなと思って、なんか動画ないよこうしたいのかなって聞いてたわ。2回目ですね、これは。僕とマグロ対戦、敗北者ジャッキー。なんだっけ、懐かしいな、それ。待って白ひげはなんだっけ白ひげは敗北者じゃねえ。今回取り消せよ、取り消せよ。白ひげは敗北者じゃねえ。俺は今回 2P だ。ハハハハハ。